はい、皆さんこんばんは、キョルジです。これが多分2012年最後の、動画レポートやっちゃいますね。お買い物レポートっていうとおかしいんですけども、ちょっと、そうですね、お買い物レポートは2012年多分これで最後になると思います。で、ですね、今日紹介するのがこの、キャリーバッグなんですけども、メーカーさんはですね、中の方に入ってたと思うので、紹介するんですが、この、キャリーバッグをですね、なぜ買ったのかと言いますと、来年のゴールデンウィークの話なんですが、来年のゴールデンウィークにですね、ゴールデンウィーク5日間、僕はこの、今ですね、ここにいる和歌山にいません。っていうのは、3日間岐阜に飛びましてですね、で、多分、1日、もしくは2日ですかね、奈良の方に行きます。で、それはワープロの方での大会っていうことで、長くても3泊4日もしくは4泊5日わかりませんが、それぐらいするので、日頃ですね、こんなスポーツバッグで、なんでしょう。その、パジャマとか下着とか、いろんな入れていくんですが、この前ですね、ついこの前なんですが、3日間名古屋に行ってきたんですが、それではもうパンパンなので、家にもですね、キャリーバッグっていうような、コマ付きのがこういうのあるんですが、ここまで大容量ではなく、いわばおしゃれな感じのキャリーバッグなのです。ので、遠征向きではないんですね。ちょっとしたお出かけ用のキャリーバッグって言うとおかしいんですけども。なので、今回ですね、和歌山駅の近鉄百貨店の、近くにある、ところでですね、このやつを買いました。で、色は結構カラフルで、黒とか紺とか、紺とか、あと、この色と、で、5色ほどあったんですけども、なぜこの色を選んだのかと言いますと、赤色に近いような色が好きなので、ちょっとピンクっぽいようなところもあるんですけども、買いました。妹からの、即のコメントっていうんですかね、中学校の修学旅行で使えるわって言われたんですけども、なんじゃいそれはって話で、当分の間はですね、僕の、遠征とかに結構使うと思うので、妹が使うときは、多分、新しいのが来るのではないでしょうか。でですね、価格の方は結構安かったです。お値打ちで、いろんなあるんですね。キャリーバッグにでも1万以上のものもあれば、1万円ぽっきり、5000円ぽっきり、3000円シリーズとあるんですけども、確かこれ5000、だいたい6000ぐらいしました。で、その店で買って即渡ししてもらうことも可能だったんですが、ちょっと電車で行ってましたので、送ってもらいました。和歌山の中ですので、送料無料ということで、やっていただきました。でですね、中の方をちょっと確認していきたいと思います。ですね、ちょっと一回倒しますか。ここに、こうやって持つような感じのこれがついてるんで手持ちもできるんですが、ここを押しながら上に上げますと、いわゆるこの、なんて言うんでしょう、引っ張りができてですね、コロコロと押すことができます。で、これはもう閉じといて、中の方ですよね、開けたいと思います。結構そのキャリーバッグの良さっていうのは、この広いので、パソコンはちょっと入れるのは無理かな。ちょっと遠征には結構いいかなってもあって。よいしょ。はい。開けた感じを、よいしょ。ちょっとすいません。足が映ってますね。はい。これが中身です。で、メーカーさんの方の鍵も入ってますので、一回見てみましょう。TSA ロック、トラベルセントラリーアプローベンド、トラベルセントリーアプロード、アプローディッド、という会社ですかね。メーカーがちょっと僕も調べられたいので何とも言えないんですが、
そうですね。あ、これは6の目秘書ですね。すいません、会社じゃないと思います。で、これが一応、キャリーバッグとか貼れる、まあ、やっぱ名前シートですかね。AAA、B、C、D、E、F、G、H。これ何でしょう？ちょっとわからないんですけども。で、これが注意書ですね。はい。メーカーが書いてませんので、ちょっと何とも言えないんですが、おそらくこの TSA ロックっていう会社の、ではないでしょうか。で、そうですね。中の方なんですけども、ちょっと待ってくださいね。よし、OK。こっちの方にですね、こういうチャック付きのやつがあるので、書類とか入れてチャックしておくと便利かと思います。で、ここを外しますと、よいしょ、あ、よいしょ。また中にもですね、こんな感じで入ってまして、で、これを外すと、あらよと。この中に何かを入れることが可能です。で、この中にですね、なんか丸いも入ってるんですね。多分おそらくこの箱の強度を保つための棒だと思うんですけども、ここもチャックがありますので、開けちゃいたいと思います。ちょっとあんまり開けてもいいかな。で、開けますと、はい、中ですね。中が、こんな感じで強度を保つためのアルミじゃないな、鉄かな、の棒が入ってます。で、残念なことにですね、ファスナーポケットとしてこれは、利用できませんということで、いわゆるこれは強度を示すものですね。この中に荷物を置くのはダメみたいです。で、閉じておきましょう。で、残念ながらこの子は、中国製みたいですね。で、まあ、この中に何かを入れることも可能ですし、こうやって上の方にも入れることができます。おそらくここら辺はもう服ですよね。もうその他っていうものは持っていくものはないので、で、こういうように動かないようにロック、結構頑丈ですね。で、こっちもロックで、続いてこの逆の方を見ましょう。多分同じだと思うんですが、はい、ちょっとカメラが離れててあれなんですが、ちょっと動かしましょう。はい、見事にこっちも同じですね。で、こっちの方はさっきのような、なんて言うんでしょう、強度を示すようなそういうアルミっていうんですかね、鉄の棒が入ってませんので、一応ファスナーついてますので、この中も入れることはできるのかと思うんですが、できません。もうここに普通に入れて終わりということですね。で、これをまた外せば、あらよと、いけるということで。そうですね。店員さんよく、まあ、3泊ぐらいであれば余裕だということなので、まあ、1日1着じゃなくて、まあ、その、ズボンとかですね、あまり汚れにくいものは2着ぐらいに収めたりとかすると、4泊は可能かなと思うんですが、足らなかったら、これと、もう1個プラスに持っていかないと仕方ないってわけですよね。で、そうですね。鍵の方もちょっとやってみたいと思います。そのランクによってですね、何が違うのかというと、やっぱりその収納もあるんですが、その、あれですよね。なんか出てる。あれですよね。鍵のロックのしやすさが違うみたいで、大まかなその違いはなかったんですよ。で、一回立てて。よいしょ。これがロックになるんですね。よいしょ。これがロックで。で、ロック方法といたしましては、これをここら辺に持ってきて、ここに穴があるので、よいしょ。穴があるので、これをここに、カチャッと。で、もう一つのチャックを持ってきて、これを、カチャッと。で、取るときはこの横のところを押さえたら、2つ取れるという形なんですが、これをちゃんとですね、パチッとはめた上で、鍵どこや？あれ？あれ？あ、あった。鍵ですね。これちょっともうすでにキーホルダーつけてるんですが、落とさないように。鍵をですね、ちょっとこういう形式の鍵はちょっと動かないようになったらどうしようかっていう不安があるんですが、こうやって刺してですね、
で、ロック。あ、超。で、抜きます。これでロック完了みたいですね。で、こうやっても動きませんということなんで、ここをロックされている状態みたいです。で、あとはですね、これロック解除ということで、もう一回刺して、で、ロック解除。で、キーを抜いて、ってやると両方抜けるっていうシステムなんですが、どうもですね、僕はちょっとこういうのが遠征先でですね、なんぼ鍵を持って行ったとしても、まあ、鍵をなくすっていうのはその一番大失敗なところがあるんですが、まあ、鍵をなくす以外にですね、そのここが壊れたらもうアウトなんで、アウチなんで、そうですね、まあ遠征でその運ぶ時ありますよね。まあ、いわゆる飛行機とか乗るときにこれを積んでもらうときに運んだりとか、まあ、これだけ先に送るってことはまずないんですが、その送るとかっていうときには鍵をしといた方がいいかなと思うんですが、やっぱりその鍵の破損っていうのがこういう形式は心配です。その点ですね、上位の方のモデルさんは、こちらの方にですね、ちょっとすいませんが、横の方にですね、頑丈な鍵がついてましたので、まあ、そっちの方がいいのかな。でも、容量的には変わらんのに、高い方を出すのかどうかなっていうのを迷ったところもありまして、で、まあ自分の用途ですね、あまり送らないので、よく自分は手持ちタイプなので、もうこちら選びました。まあキャリーバッグって言うておきながらも、まあ壊れたらまあこういうのも消耗品なので、まあ使ってきて、まあだんだん傷んできたら、そのまあ新しいのを買わないと仕方がないので、まあ思い切ってって感じで買いました。まあ遠征は次はですね、今年の遠征はもう終わりまして、2013年度は3月に行くか行かないか分かりませんが、もう5月には完璧決まってますので、5月にこの子は活躍すると思います。ではですね、本当であればまあ今部活にありますので、部室にありますので紹介できなかったんですが、本当であれば今年中にはあれを紹介したかったです。自分が使っているマイクロソフトの、サイドウィンダーキーボードですかね、あれは紹介したかったなと思うんですが、今年はもうパソコンネタも、ないので、また来年も見ていただけたらと思います。であとですね、一つはそのエフリー君の洗車、なかなか天気に左右されまして、衛星から帰ってきてから洗えていません。ギリギリになると思います。ですが、まあ、その2012年最後の締めは、エブリー君の動画でいきたいと思いますので、見てくれたらと思います。それではですね、ちょっと長くなったんですが、キャリーバッグ、TSA ロックっていうやつですかね、の、キャリーバッグの動画レポート終わりたいと思います。それでは、失礼します。